パスってどうやって教えるんだっけ。改めて伝えるってなるとどう教えようかな。皆さんこんにちは。女子バスケットボールトヨタ自動車アンテロープスのマウリエブリンです。今回クイックコーチナンバー3ということですが、クイックコーチとはバスケットスキルのマーケットを目指して作っているオンラインクリニックアプリで、クイックコーチを通して自分も現在バスケットを言語化することで起業をしているんですが、今後は皆さんのバスケット経験を必要としている人に届けて、さらに価値あるものにして多くの意見を聞ける場にしていく予定です。なのでバスケットで解決したい問題があったり、自分の経験をどうやって生かそうか悩んでいる方がいましたら、ぜひ最後まで見ていってください。見逃さないためにも先にチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは相談いきましょう。パスの相談ですね。なるほど。パスってどうやって教えるんだっけ。改めて伝えるってなるとどう教えようかな。まあでもちょっと教えられそうなんで行ってみたいと思います。ひなたちゃんこんにちは。今ちょっと肘が開いていて力が入っている状態なので、そうすると手首の返し方が下を向いてしまいます。まずはリラックスした状態で肘を閉じて、足の膝の力もしっかりと使って、手首の返し方は真横に返すことでしっかりと強いまっすぐなパスを出すことができます。チャレンジしてみてください。はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。少しまとめていきたいと思うんですが、今回気になることが3つあって、1つ目はどうしてもパスを出すときに肘が開いてしまっているので、肩の力をもう少し抜いて肘を閉じること。2つ目は手首の返し方です。手首を返したときに下の方向に行ってしまっているので、少しそれだとコントロールしづらいかなという点が2つ目。そして3つ目はパスを出すときに前の膝が伸びた状態になっているので、膝を曲げた状態でパスを出すともっと強いパスが出るのかなと思いました。皆さんはどう思いましたか？自分ならこうやってアドバイスするっていう意見がもしありましたら、コメント欄にぜひコメントをよろしくお願いします。それが自分にとっても皆さんにとっても成長につながると思いますので、お待ちしております。そしてこの動画がいいと思ったら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。動画を見ていただきありがとうございます。もしこの動画が面白いと思ったら、コメントに感想を残したり、チャンネル登録をよろしくお願いします。新しい動画を見逃さないために通知ボタンもオンにしておいてください。もしマウリエブリについてもっと知りたいと思った方は、インスタグラムもフォローしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。